いじめの認知は至ってないというような現状認識がありましたけれども、今回の報道によりまして、私どもが認識しているものとだいぶ相違がある情報というものが一つ報道されました。いじめということを、前提にですね、調査をしていかなければならないだろうと。旭川市などによりますと、女子中学生は今年2月、自宅を出た後行方不明となり、先月23日、市内の公園で遺体で発見されました。死因は低体温症でした。いじめに遭っていたとする一部報道があり、全国から数百件の問い合わせが殺到したことなどから、旭川市は緊急会議を開き、弁護士らを含めた第三者による調査に乗り出すことを決めました。